今日はちょっとプリーツのパンツに白 T タックインっていうかなりシンプルなスタイリングでございます。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございます。今日の投稿は上半期生活が変わった買ってよかったものランキングということで、まあ、普段使っている日用品から、まあ、アパレルだったりとかちょっと家電まで幅広く買ってよかったものを総まとめにしてみましたのでご覧ください。簡易的に見れるものはインスタグラムの方にね上がってるので、よかったらこっちの方見ていただければなと思っております。上半期ねもう終わっちゃったねって感じなんですけど、早すぎます。びっくりするぐらいもう半年経っちゃったかなって感じなんですけど、僕のこの半年間で生活をかなり助けてくれたアイテムとか、この服買って価値観変わったとか、そういうところもお話できたらなと思います。では早速行ってみましょう。最初なんですけど、こちらに上がってるこの置き型の充電器ですね。置き型充電器が本当に個人的にもびっくりするぐらい使っててよかったなと思ったのと、まあなぜかというと、まあ置き型充電器ってなんかあんなん買っても充電できんのかなとか、ああいうの正直置いて使うのかなっていうのが多分皆さん懸念すると思うんですけど、あのね、買ってわかるんですけど、あれ置くと携帯必然的に置いちゃうんですよ。置いちゃうし、僕あのアップルウォッチとかエアポッツとかも使ってるんですけど、必然的に使うようになります。本当にリアルにびっくりするんですけど、今までってコードが例えばアップルウォッチ充電する線があって、エアポッツ充電する線があって、携帯を充電する線が3ついるじゃないですか。あれは1つで3つまで充電できるので、それがめっちゃ良かったのと、コードレスですね。コードがちょっとね減るんですよ、1本にまとまるから。でそうなった時にデスク周りがめちゃくちゃスッキリするので、まあ、そういった点でなんか生活の質とか、あと携帯を置く癖がつくので、なんか携帯どこやったっけみたいな、僕よくなくすんですよ、持ち歩くから家の中で。それがあんまりなくなったなっていうのが思ったので良かったですね。これはぜひデスクワークとかデスク整えたい方はおすすめでございます。楽天ルームに概要欄から飛べるようにしてますので、よかったら見てください。次こちらシューズキーパーですね。シューズキーパーってなんだって感じだと思うんですけど、まあ写真にも出てると思うんです。シューズの型崩れを防止するアイテムになっております。特に革靴履く人とかはよくこういうのね入ってるの見たことがあるかなと思うんですけど、シューズキーパーっていうのがねあります。これもともとってやっぱりね、シューズキーパーすっごい僕高いイメージしかなくて、それこそやっぱブランド物で買おうとすると結構ね一足に対して1万円ぐらいかかったりとか8000円ぐらいするものが多いんですけど、楽天の方で3000円で売っててランキングも1位ぐらいになってたんですけど、本当にねもう品質が高すぎてびっくりしました。多分他のブランドさんまで出されてるような本当にそっくりな形で、まあこういうとこ真鍮なんですけど、しっかり取り扱いは安くなってたりとか、これ3000円だったらめちゃくちゃいいなと思ってて、でかなりやっぱ楽天の方でも人気になってる商品だったので、品質だったりレビューが高い分使っててよかったなと。すっごいヒノキの香りするんですよね。なのでシューズの中に入れるだけで脱臭してくれるというか、臭い匂いとかも少し整えてたりしてくれるので、これはね本当にね買ってよかったし、僕革靴めっちゃ多いんで、革靴もしたくさん持ってる方はシューズキーパー絶対入れた方がいいので、長持ちするし綺麗な状態で保管できるので、ぜひシューズキーパーね探してる方はおすすめでございます。次がこちらニコルソンの帽子ですね。スタジオニコルソンの帽子なんですけど、このネイビーのウーブリングハットみたいな感じの帽子なんですけど、サファリハットに近いのかな。なんでこれ買ってよかったかっていうと、あのこの時期ってめちゃくちゃ日焼けすると思うんですよ。日焼けもするし日差しも強いし、そういった時にやっぱ使いやすいのと、やっぱこのスタジオニコルソンのロングブリムハットって意外とロングブリムってダサく見えるかすごいキザに見えるかなんですけど、その両者でもなくて、ね、すっごいミニマルに見えるんですよ。なんか理由としてはフロント部分は普通のロングブリムとかなんですけど、後ろから見るとちょっとこう重ねてあるようなディテールになってる、これ何ていうか分かんないんですけど、こう重ねたような感じのブリムの展開になってたりとか、あとサファリハットみたいに首から下げれるようなドロコードをつけてるので、あんまりこうキザに見えず、で素材もポリエステルみたいな
こうシャカッとした素材なので、ちょっとアウトドアチックだけど、まあ、ネイビーでミニマルになってるみたいな、まあ、そういった良さがあって、すごいあれはね気に入ってますし、スタジオニコルソンのねアイテムもともと好きなので、既存のアイテムたちとも相性が良かったりしてて、まあシンプルに日焼け対策で買ったんですけど、まあ本当に使いやすい帽子だなって思ってるので、バケハまでストリート落ちしてないけどちょっと上品なハットが欲しいって方はぜひおすすめでございます。次はこちらジュレサンダーのバッグですね。僕が持ってるあの 2A のタイプなんですけど、キャンバス地の生地なんですよ、ボディ自体はにレザーがあしらってあって、ジュレサンダープラスの方なんですけど、僕もともと大きいカバンずっと探してて、普段から持ち歩く荷物も PC、iPad、その他もろもろの充電器だったりとか、まあ、スコードだったり、僕もノマドウォーカーなので本当に毎日1日カフェ3つぐらいはしごしたりとか、まあ、そういった外での作業も多いので、外に持ってく荷物もその分多いんですけど、まあ、それをカバーできるような、カバンがいいなと思ってあちらを購入しました。で、まあ、それだけだったら別にあれじゃんと思ったんですけど、あれリュックにもなるっていう利便性があるなと思って購入させていただきましたね。まあ、ただあんなに普段荷物持ち歩かない人からしたら、多分あの大きさは本当に旅行サイズ並みで大きいのでいらないかなとは思いますし、本当にその人のスタイルに合わせたものがいいかなと思うんですけど、ここ通年あの本当に大きいバッグっていうのが、小さいバッグが流行ったからこそ、その反発で大きいバッグが今流行ってきてます。またなのでよく見るじゃないですか、海外ファッションとかでも大きめのトートバッグとか、まあ、ジュルサンダーとかもそうだし、ピータールーとか、まあ、そういったところも大きいバッグっていうのに注目しているので、スタイリングのポイントとしてそういう大きいバッグも取り入れるっていうのは少しおすすめしたいなって個人的には思ってます。次いきましょう。こちらメガネホルダーですね。エンダースキーマのメガネホルダー、これ最近買ったんですね。メガネ去年ぐらいからハマってて、もう今6本目ぐらいとかなんですけど、やっぱメガネ置く場所ってないんですよ。なんか少し棚作ってもホコリかぶっちゃったりとか、なんかあんまりこうパッとする置き方がなかったんですけど、そう思えばエンダースキーマメガネホルダー出したじゃんってなんかふと思い出した時に、あ、このタイミングだったらメガネ全部かけれそうだなみたいな感じで一つ頼みました。で、やっぱナチュラルとブラックがあって、ナチュラルはあのすごいやっぱりどうしてもエンダースキーマっぽい革の風合いが出る色なのでなかったんですけど、僕はむしろあの好都合でブラックの方のレザーの方が好きなので、ブラックがちょうどラスト1点あったので購入させていただいたんですけど、やっぱいいっすね、収納の方法。壁にかけるだけでもすっごい絵にもなるし、あと単純に家出る前とかパッて取ってすぐかけていけるので、まあ、そういった点ですごいね重宝してるなって思っております。メガネ極限に好きなくね、ほんとフレンチヴィンテージとかしかつけないとか、まあ、ヴィンテージのものしかつけないって人はちゃんと多分こうね傷がつかないような収納の仕方してる方が多いと思うんですけど、さらっとかけれて場所も取らないみたいな方が個人的には嬉しいので、まあ、あれはすごいいいんじゃないかなって思います。はい、次こちらダイソンのドライヤーですね。これはサクッといきます。ダイソンのドライヤーに関してはホテルとかでもね使われているような家電だったりするんですけど、やっぱりねビジュアルがすごいいいです。洗面台とかに置いてあるとすごい映えるし、やっぱ使う時にもテンションが上がるのと、やっぱ音質みたいなのが一定だったり、風の出力とかもすっごい安定してたりするので、まあ、そういった点でこう髪の毛も乾きやすかったりするので、まあ、僕短いんでそんな乾かさないんですけど買ってよかったですね。ちょっとこう毎回毎回使うたびに、ああかっこいいなと思いながらダイソンドライヤー使ってます。あとこちら、サブレッションズのシャツですね。僕がやってるブランドなんですけど、このサブレッションズのシャツ何がいいかというと、超使い勝手が良くて、あの羽織もできるしインナー使いもできるし、レイヤードスタイルとしての幅も効くし、一番いいのが弱撥水なので、こういった梅雨の時期とかね、少しレインコートみたいな感じの感覚で羽織れるっていうところもいいんじゃないかなって個人的には思ってます。シンプルにやっぱこういうアイテムって使いやすいなって思いますね。自分のワードローブの中でロング丈のシャツって結構昔から好きで着てるんですけど、まあそういったところってね使い勝手がいいアイテムなんじゃないかなって思っているのと、やっぱこうシーズンレスですね。春夏秋冬、まあ真夏さえ避けていただければ軽く羽織れるし、もうシャツ感覚で使えると思うので、これはね本当に抜群に作ってよかったなって思ってます。はい、まあ、自社の商品にはなるんですけど、でも本当にリアル買いしてよかったなと思いますね。はい、次こちら、いや洗剤ですね。もう何回もこれうるさく言ってると思うんですけど、もういいよと思うんですけど、絶対使ってみてほしい。リブレの洗剤、
本当洗濯物が変わるというか、贅沢なタオル変わるより洗剤よくした方がすごい安つくと思ってて、だって僕普段使ってるタオル IKEA ですけど、 IKEA のタオルがね復活するんですよ。なんかふわ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 ってなって、本当に触り心地も良くなるし、肌に当たった感じとかもすごいいいってところと、やっぱ柔軟剤使わないであの匂い出せるのがすごいなって思いますね。やっぱどうしても柔軟剤入れたらそれはいい匂いにはなるんですけど、柔軟剤ってやっぱり人間の肌に合わないものだったりとか、ちょっと成分的にそれでジンマシン起こしたりする人もいるんですけど、そのぐらいちょっと柔軟剤で僕マスク洗ってた時にちょっとこう荒れたりしてたので、まあそういった点でやっぱりこういう柔軟剤を使わずに綺麗に見える洗剤ってところはいいですし、やっぱりリブレ自体洗剤をもともと研究してるブランド様になるので、まあそういったところでやっぱ服の洗濯もちょっとふわっと仕上がるような風合いになるので、まあ、服にも優しいし環境にも優しいみたいなところもあります。次ラスト3つですね、こちらじゃん、シルバーアクセサリーって感じで、僕がデザインと制作してるキアーズっていうアクセサリーブランドがあるんですけど、今期だけ多分もう30万ぐらい自分で買ってるかなとは思うんですけどよく買うよねって感じなんですけど、まあでもなんかシンプルに自分がつけたくないって思ったものは基本的にリリースしないようにはしていて、自分がいいなって思うものをつけたりするので、その分やっぱ自分でつけたいから、あのね、本当にリアルに買い物しちゃうんですよね、自分のブランドを。僕は好きなアイテムばかりが並んでるって感じで、なんかシルバーアクセサリーにお金かけた方が理由って、やっぱこういうシンプルなスタイリングが単調になるんですよ、夏。まあ、そういった時にやっぱりシルバーアクセサリーっていうのが少し入るだけで、本当に印象違います。1、2個でいい。本当バングル1個と指輪1個でもいいし、僕感覚バグっちゃってるんで、あの結構ジャラジャラつけちゃうんですけど、そういった、まあ、少しシルバーっぽさだったりとかゴールドっぽさみたいなのをコーディネートにアクセントで入れてあげることによって、まあ、夏のコーディネート差別化できたりとか、あの人ちょっとおしゃれだねって言われるような雰囲気になれるかなと思います。告知になるんですけど、大阪ポップアップが決まりました。来月の7月の第1週目なので、8、9、10、11で行くんですけど、多分実際9、10、11でやります。なので3日間ポップアップさせていただきますので、ぜひね、緊急事態宣言も明けてますし、コロナ対策もしっかりこちら側で管理してやりますので、ぜひよかったらね遊びに来てくださればなと思っております。はい、次ラスト2ですね、こちらアップルウォッチでございます。もうね、革命ですよアップルウォッチは。びっくりした。別に買わなくていいんですよ。買わなくていいけど、あったらマジ便利って感じ。だから必需品ではないけど、あったら超便利だなっていうところはありましたね。やっぱ携帯を取り出さなくていいんですよ、ポケットから。なんか通知とか来ても。この間とかも僕撮影してて、あの他のブランドさんとか、他社様の打ち合わせとか入った時に、ここでこうパッて見れる、いちいち携帯見て返信するの無理だけど、こうやってここに通知が来るんで、こう何か作業しててもピッて見て、あ、必要なかったら後で返そうみたいなとか、そういう判断ができるのですっごいいいのと、やっぱりそのスケジュール管理だったりとか電子端末の支払いとかの時もめっちゃ楽になったので、よく電車乗る方だけかもしれないんですけど、まあでもあるとすごい便利。まあ電卓打つ時とかもここですぐパッて打てたりするし、ちょっとした写真とかも見れたりとか、あとランニングね、最近また再開したんですけど、ランニングの時すっごい体調管理できるので、まあそういったところでね買ってよかったなと思います。で最後なんですけど、こちらルンバちゃん、いや、ルンバマジでいいなと思ってて、朝クイックルワイパーとか掃除のストレス感じてる方絶対ルンバあった方がいいです。で、家電って買うときは高いですけど、だいたい 1,2 ヶ月ぐらいで元取れたなと思うぐらい便利なものは便利なんですよね。もうルンバとかやっぱ 4,5 万年しちゃうけど、朝クイックルワイパーしなきゃっていう思考が一つ減るだけで1日の作業効率めちゃくちゃ上がるんですよね。僕昔までクイックルワイパーしながら歯磨きしてこう、なんか右手左を両方動かしてたんですけど、その朝の10分間がやっぱルンバのおかげでなくなってくれるので、まあ、そういったところで朝に効率が良くなるってところと、ルンバ時間設定もできるのと曜日設定もできるんですよ。例えばこの曜日は朝から何かするから
避けて夜中寝てる間に掃除させようとか、まあ、朝起きるギリギリまで掃除させようとか、例えば僕だったら朝活してるのでもう6時ぐらいにはこいつ掃除させて、6時に勝手に自分でもあルンバが動くから起きちゃうとか、そのルンバの音を活用するアラーム代わりみたいなところにもなるので本当にぜひおすすめです。ただすっごい暴君なのでたまにね物とか壊したりするんですけど、なんかまあそれは下に置いている自分が悪いのであれなんですけど、掃除の効率がすっごい上がるのでぜひねルンバどうしようと思ってる方は検討してみていただければなと思います。はい、ということで上半期買い物結構したかなと思うんですけど、その中でリアル買いしてよかったなって思うものピックアップさせていただいたので参考にしていただければなと思いますし、全方18位から1位みたいな方はインスタグラム等で見ていただければなと思います。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。各 SNS もやってますのでよければチェックの方よろしくお願いします。そうですね、あとポップアップ大阪決まったのでぜひよかったらお時間ある方遊びに来てください。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。大成でした。バイバーイ。ありがとうございます。